ねえ、善一くん、買い物行こうよ。いいよ。で、マイキー、お金持ってるの？うん、お年玉たくさんあるから。あ、そうなんだ。誰からもらったの？誰っていうか、神社に行ったら箱の中にみんながお金を落としていくじゃん。それを集めたんだよ。それお賽銭だよ。え、お賽銭？神様に奉納するお金だよ。お年玉じゃないよ。え、だってみんな落としていくから、あれがお年玉じゃないの？違うよ。そのお金は返さないとダメ。泥棒だよ。ひぃ、返してきます。あー、危なかった。捕まっちゃうところだったよ。もう何考えてんだよ。そのうち絶対罰当たるよ。ああ、お金なくなっちゃった。仕方ないよ。買い物はまた今度行こう。じゃあ善一くん。何？金くれよ。カツアゲすんじゃねえよ。そういえば善一くんからお年玉もらってないんだけど。いや、僕たち友達でしょ。別にお年玉あげる仲じゃないじゃん。何言ってんだ。僕は善一くんがいないと生きていけないんだぞ。そういう意味では親子みたいなもんじゃないか。都合がいいこと言うんじゃないよ。なんだよケチ。毒親だな。親ガチャ失敗だよ。言いたい放題だな。え、ちなみに何が欲しいの？いいよ、どうせ買ってくれねえんだから。いじけてんじゃねえよ。とりあえず行ってごらんよ。うまい棒。え、うまい棒だよ。買ってあげるよそれぐらい。え、本当にコンポタージュ味だよ。何味だっていいよ。明太味も買ってあげるよ。超優しい。まさに善一くんこそが神だね。神だなんて言い過ぎだよ。神様、ついでにもう一つ僕の願いを叶えてくれませんでしょうか。しょうがないな。いいだろう、行ってごらん。サインください。サイン？そんなのいくらでもあげるよ。やった。じゃあこの紙のここにサインお願いします。オッケー。はい、これでいい。ありがとうございます。これで5億円の家が買えました。え、5億円の家？これ5億円の家の契約書だから。善一くん、支払いよろしくね。ふざけんなよ、そんなお金ないよ。頑張って働けよ。お前が言うんじゃないよ。その紙貸して。よし、不動産屋に届けに行ってくる。ちょっと待ってよマイッキー。ギャー。え、マイッキー、マイッキー。もうバチが当たったんだよ。ごめんなさい。神様は見てるからね。飛び出ししちゃダメだよ。チャンネル登録よろしくね。そしたらその後通知をオン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 。